預かることになる。我々は立派なアメリカ人だ。なぜ監獄に入れられなければならないか。私たち家族はアメリカ人なのに。落ち着いて触らないで。私たち家族はあなた方とは違うの。今は現実を受け止めるしか。この国で生きる術はない。何もできないのか俺たちは。そう、俺たちが日本人なのがいけないんだ。お前は何を言い出すんだ。ドクター、違います。アメリカ人になればいいんだ。何言ってんだよ。証明するしかない。俺たちがアメリカ人であること。俺たちは日系人だ。まさしく命の消耗戦を繰り返したアメリカのために戦ってきたんだよ。当たり前だろ、これは人殺しだ。あんなジャンプのもないと突き込むやるやつなど。アメリカに仕組まれて戦場に送り込まれたんだ。どういうことだよ。兵力不足で悩んでたと聞いた。こんな会社のためにあなたと僕たちが志願するように仕向けたんだ。じゃあ俺はママとそれによって仲間の2世たちを違う。黙れ。お前たちはアメリカ市民を主張してるんだろう。今は国は戦争してるんだ。戦うのは国民の義務だ。義務なんかじゃない。殺し合いの義務なんかじゃない。そんなことは百も承知なんだよ。生きるために戦いと言ってるんだ。てめえと、てめえの女と、残した家族のために、その未来のために。